はい、それでは皆さんこんにちは、はい、静岡産業大学の小泉と申します。よろしくお願いします。ここはですね、静岡産業大学の藤枝キャンパスの図書館の中にある写史センターといって、会社の歴史を示したですね、このから表したこの写史を、資料としてはですね、2000冊近く、ね、全国の会社が揃っています。で、この写史を見るとですね、実は産業の歴史が非常に分かります。で、実は経営学もですね、もともとはこの写史研究、アメリカでは写史研究が一つのスタートになっていまして、源流の一つです。まあ、それだけが源流ではないんですが、でそういった中で、アメリカの企業はですね、自分の会社の歴史をこういう写史でまとめて、そして会社の強みや弱みをですね、専門の学者に実はこれ研究してもらって、そして提言をもらうというのが、実はもともと写史を作るですね、スタートです、ね、日本の企業はね、あまりちょっとそこまでやらないで、こうやって写史を作って終わりというところが結構多いんですけれども、でこの写史を見ますとね、静岡県の主要な産業の担い手になった、会社がですね、どういった経緯で、企業をですね始めて発展してきたのか、そしてどんな苦労があったのかっていうことがですね、読み解くことができます。で、後でですね、それぞれの産業の発展のですね、歴史をですね、ちょっと説明しますけども、こういったですね、個々の会社の歴史と実はですね、一体のものになっているということをですね、皆さんにも知ってもらいたいと思います。そういった意味でちょっとここのね、写史をね、ご紹介します。皆さん、京林堂知ってますか？浜松の会社、ね、清水の鈴代さん知ってますか、ね、エスパルスとかね、飛行機とかね、静岡理工科大学の、ね、母体でもあったりしますけどもね、はい、まあ、いろいろな会社があります、まあ、そういった会社の歴史と産業の歴史というのは実は一体なんですね、まあ、そういった意味で、個々の企業と産業というのをです、ね、結びつけて考えてもらいたいと思います。それではですね、静岡県のですね、産業立地条件の特性についてね、ちょっと説明しておきたいと思います。静岡県はね、まあ、皆さんおられるので、静岡県内のことはなんとなく分かっていると思いますが、ね、ちょっと分析的に言いましょうね。で、一つは産業の場合はですね、資源というものが大事で、ね、そこにあるですね、まあ、ロケーションも含めてですね、どんな資源があるか。で、静岡県の場合は実はこの森林資源が非常に豊かです。というのは山がある、ね、でしかも富士山もそうですが、南アルプスとかですね、非常にね、高い山があります。そして、森林とともにですね、雪が降って水がたまる、ね、で山自体が水を保ちますから水源となる。で、真夏になっても水が枯れないですね。で、今度はね、目の前には太平洋があって、そして海洋が広がっていますから海の資源がある。そしてもう一つですね、ちょっと資源っていうと、この足元にあるものが気になりますばっかりになりますが、そうでなくてですね、上ですね、実は、太陽の日照ですね、これが非常に豊かということで、これも降り注いでいるということで、まあ、こういった、豊かな資源があるということですね。で、もう一つは、立地特性といって、日本の地図の中でですね、ここの静岡県の特性は何だろうといったときに、東西交通の、ね、非常にですね、発達が昔からあると、ね、古くは東海道で、最近では新東名高速道路ですが、その前に東名高速道路や新幹線や鉄道網ができたということですよね。で、あともう一つはですね、首都圏とか中京圏に近いということなんですが、これはですね、マーケットに近いということになりますね。ですから、これ何の意味っていうとですね、市場に近い、要は消費者が固まっているところに近いということですよね。で、あと、ね、東西交通というと道路交通とかですね、鉄道ばっかりになりますが、実は海上交通、ね、まあ、空港もありますが、海上交通の要衝でもあるということですね。ですから、まあ、こういった、立地上の特性があるというですよね。で、あと、まあ、そういったことでですね、静岡県の産業っていうのは、
要はどうなのかというと、全国に先行して交通網が整備されて、その恩恵を大きく受けました、ね、東名高速道路もそうですし、国道もそうですし、ね、鉄道もそうです。鉄道ができて、最初は鉄道駅の近くに紡績の会社とかですね、そういったものができましたということで、鉄道ができて産業が立地し、道路ができて産業が立地した。ですから、全国に先行して交通網ができて工業立地が進んで発展したというところが一つの特徴としてあります。ですから、結構ですね、企業によってはもう古くからですね立地しているところがあります。で、ただその結果です、そういった点が良かったんですが、その後全国的に交通網が整備されています。今は高速道路や新幹線も全国にできている。そうなると、今までのですね優位性、立地優位性というものがですね、相対的には実は低下している、昔に比べて絶対的に落ちているわけではなくて、他と比べた時にダントツで良かったのが、だんだんですね他も同じような条件がある程度できてきたということですね。そういったことで、実はこの立地特性の部分が、ここの東西交通という点ではとか高速交通とかですね、そういった点では、相対的に落ちている、まだですね、首都圏や中京圏のマーケットに近いという点は変わらないですが、ただこの高速交通網が全国的にできた結果、ね、距離的には近いは点は変わらないんですが、高速道路を使えばですね、東北地方からも実は首都圏に物が一緒に運びやすいという、早く運べることになりましたんで、そういった意味でも近接性というですね、近さというものがの優位性も実は相対的には昔ほどではなくなってきたとですね。そして、何よりですね、日本の産業を取り巻く環境の変化ということで、日本の産業構造もサービス化といって、製造業からですねサービス業を中心に変わってきたりですねしています。そして、主要産業もですね、自動車産業なんかもエンジンからですね、エンジンでない動力ですね、水素だとか電動だとかね、あとお茶自体もですね、以前のようにお茶をですね、急須で飲むとかね、生葉をですね、使って飲むということが減ってきています、ね、ペットボトルになってくる、そうすると料金が下がってきているということがあります。ですからそういったことで、静岡県のですね、この立地特性とか、そういった点で見たときに、今までの良、かった点がですね、実は、ね、曲がり角に来ているというのが実は大きな点があります。そういった点でですね、産業というのはある程度そうやって曲がり角を経てですね、新たな次の段階にまた変容していきます。そういった時に実はこのですね立地特性もそうなんですが、もう一度こちらのですね、資源に遡ってね、もともとこの地域はところでなんでこんなに産業が発展してきた、ベースは何だったんだろうということで、こういった森林とか水源とか海洋とか日照とかですね、こればっかりではないんですが、こういった資源をもう一度見直してどうするかということも大事であります。そして、産業のですね発展の歴史を、企業でもね、見るということを社史の話で言いましたけれど、社史的にもそうです、ね、会社も、変わらなきゃいけない、で産業自体も変わらなきゃいけないということです。ですからそういったことで産業が、ね、これからどう変わるのかということで、そういった意味では今までの変化の、ね、歴史に学ぶところもありますので、そればっかりではないですが、そこをですねまた改めてですね、別のですね講義の方で説明しますけれども、一応こういったですね大きな資源と立地条件があって静岡県の産業は大きな変化のねちょうど時期に来ているということをですね、まず理解してもらいたいと思います。以上です。